見つけちゃった。これ。ああ、扇風機？うん。結構いいのよ。結構いい。でしょ？俺強い。蒸しちゃうからね。風があるだけでいいと思うんだよ。ちょっとグリップあるから。うん、フリップな。フリップな。こうやって？うん。向きも変えられるんだ。変えられる。音も静かだからさ。これすごい。これサウンドハウスっていう楽器のメーカーが作ってるんだよ。試してみましょう。やってみましょう。じゃあ行くよ。クリップがね、
こういうね、それでいくのよ。これもできちゃうから、うん、上からこう吊るしてもいいし、うん、そのクリップが結構しかも強くて、うん、重さが 369g あだから軽いからリンゴ3個分くらいかな。リンゴがちょっと分かんねえな。あとね充電、はいはい、充電がタイプ C ですね。タイプ C っていうやつで、はい、それだね、AC のコンセントに行くのはついてないんで、はいはいはいまあ、iPhone とか携帯の充電器のやつがあれば出せるんで、あとはもうパソコンとかね、うん、ノブピーの一番の推しは何、うん、やっぱねその充電しながら使えるの、はいはいはい、パソコンの横とかに置きながら顔に当てたりしてるんだけど、だからもう常に充電してるから変な話2時間とか8時間とかじゃなくてずーっと使えるってことだよね。そういうこと、そういうこと。車に持ってったらいいんじゃないかなと。いいね、いいと思う、うん、で、いっぱいありますね。おぉ一回に1台よ、あ、1人1台だな。だって980円でしょ。ほんと信じられないね、うん、仕事中も使えるなと思う。そうそうそう、こう、机にこうやってやって、うん、自分にこうやって当てて、うん、できるかな、1回に1台。ちょっと車行きましょう、行ってみよう。はい、早速この車の中でモバイル USB 扇風機試してみてます。いや、どうですか？それでは早速この車の中でですねモバイルUSB 扇風機を使っているんですけれども、やっぱり本当に風が気持ちいい、本当涼しいなって思います。どうですかノブピー？やっぱねエアコン入れてるんだけどエアコンの風が回るから全然涼しさが車の中いいね。ね、循環される感じだよね。そうそうそう、本当にこれはやっぱり車の中に1個は必要だよね。窓開けなくてもいいね。そうだよね、うん、車の中のちょっと待って、ここでやっぱ一曲歌詞だし、この後ろ AC の扇風機の風を君の後頭部に当てて、クリップいっぱいに切り締めて、スッキリスッキリしてゆく、スッキリスッキリしてゆく。はい、それでは皆さん今日も本当にどうもありがとうございました。これから暑い暑い夏が来ますから、皆さん暑さに負けず、そしてこの